はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回はガチャ引いて即リアタイ企画アニバ第2弾編やっていきたいと思います。はい、というとございまして、先月からね、開始したこの企画、早くも第4回ということになりました。まず初回がタイムスリップ、サイリン1から3弾、そして2回目が TS サイリン第4弾から第6弾、そしてアニバーサリー第1弾というね、過去3回やってきているんですが、成績としてはこんな感じでございまして、1勝4敗、勝率2割5分というね、成績でございます。まあ、この企画シリーズですね、過去シリーズから見ていただいた方が間違いなく楽しんでいただけると思いますので、今回この動画ね、初めて見たよという方はぜひね、この過去の3本も見ていただけると嬉しいかなと思います。というところで、まあこの企画本当にねなかなか厳しい鬼企画ではあるんですが、今回なんとか2勝目を目指していきたいなというところです。まあ、前回同様にですね、今回は非常に使い慣れた選手なんかもね引き当てられる可能性非常にありますので、まあ、もちろんねアニバーサリー第2弾での補強も楽しみながら、まあ、今回もガチでね戦っていきたいなと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、ということでございまして、早速ね、ガチャ補強タイムからやっていきたいと思うんですけれども、今回はですね、アニバーサリー第2弾、1万円分30連の課金をしまして、出た選手のみでリアタイをやっていきたいと思います。で、この第2弾に関しては、投手陣がですね、非常に強いなと思います。投手に関しては誰が引けても、S ランク、A ランク、誰が引けてもですね、まあ、間違いなくリアタイの部分ではね、力を発揮してくれる選手たちかなと思っています。というところではもう S ランクとは言わずとも A ランクでもいいんでね、できる限りこの選手たち引いていきたいなと思ってます。まあ、野手で言うのであれば、一番ね、今現状僕のアカウント的にも欲しいですが、この吉田正尚選手を特に狙っていきたいなと思っております。まあ正直本当にこの企画はね S ランク出てくれれば万々歳という企画ではございますが、まあ先日のね選手量拡張等々もありまして、しっかり選手枠上げてきましたので、早速ね30連やっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。アニバーサリーに関してはね、生放送とかでもちょこちょこ引いている部分があって、合計でこれ多分210連目かな。第2弾に関してはこれが210連目な気がします。さあいいよ、神吹き来た。前回の生放送では10連の方ではね、なかなかひどい引きを3連発しましたので、ここでこの企画で神引きはしたいんだ。いやー来ないかくそー。おいいですね、秋山選手の A ランクめっちゃ出るな。今回のアニバーサリー第2弾、純粋にガチャ動画の中でもね、ここにアニバー秋山選手めっちゃ引いてますが、 OK、 これはまあ嬉しい。これでとりあえずセンターは確定かな、秋山選手。さああとは投手の A ランクアニバーサリー欲しいぞ。投手の A ランクマジで頼む。さあ、いやー止まらないか。からのドン。おー大島選手マジか。センターかぶった。センター早速かぶっていく。まあ10連目の中だとちょっとピッチャーもねリアタイ向きな選手はそこまでいないかなというところですね。 OK、 まあでも A ランク2枚はありがたいです。いいでしょう。さあということで20連目いきましょう。頼む、ここで S ランク本当に頼む。 S ランク期待。今回は第1弾は30連ね S ランクなしという結果だったので、第2弾ここで S ランク出したい。ただ前回の生放送で、まあ、単発の方でね村上選手を出すという、まあ、超奇跡的な引きをしてしまったので、そこでちょっと運を使ってる感はある。いやー厳しい。おー西武斉藤選手。斉藤選手ちょっと球種あんま覚えてないけど後で見ましょう。さあ頼む。アニバーサリーこんだけいい選手が S ランクで登場しているので、その選手誰かしら一人 A ランクでもいいから引かして。頼む。よいしょ。うわ厳しいな。アニバが引けない。阿部選手、まあでもサードは引けてないので OK でしょう。で斉藤選手はなるほどなるほど、しかも中継ぎだもんな。いやー OKOK、 まあまあまあ。レグナルト選手は、あーレグナルト選手も割と良さそうだな。あとは松永選手シリーズ2は、いいですね。まあまあまあこの辺もワンチャン使えそう。 OK ということでございまして、早くもラストでございます。30連目。いやーほんとあっという間なんだよなこのガチャタイムな。ラストいきましょう。頼む。本当に第1弾第2弾ともにアニバーサリー、この企画 S ランクなしは悲しいんで、ラストに奇跡を起こしましょう。お願いします。さあ頼む。本当に今回のリアタイを2勝目を上げるためにもここでの引きがマジで重要。お願いします。さあ、いやー神吹き来ない。演出渋い。青い炎来て、青い炎、青い炎。いやーカットイン、カットイン、カットイン。くー来ない。うわれで、うわー厳しい、マジで厳しい。この企画で本当に引きが悪い。この企画で S ランクって多分1回しか引けてないですよね。内川選手を引いたあの第1回以来引けてないんですけど、ラスト、はい、おビシエル選手。まあまあこれはいいかな、これは OK でしょう。ただ結果的にちょっと投手陣が引けなかったのマジで辛いな。この有原選手シリーズ1、あシリーズ2か。この有原選手はワンチャンありだな。うん、ということでちょっととりあえずオーダーの方を組んでいきたいと思います。
はい、というわけでございまして、オーダーの方を組んできました。いやー、今回正直言って過去一しんどいかもしんない。なんか前回もそんなこと言ったかもしんないですけど、ちょっとね、今回投手陣が過去一しんどいかなっていう感じですね。まあ、前回前々回同様にですね、いつも通りベンチ枠とあと投手陣に関してはスピリッツをね、上げる要因だけ入れてますが、まあ、基本的にはこのリアタイのね、この企画の中では使いませんので、まあ、そこはご了承いただければと思います。で、打線はこんな感じでいきたいと思います。まあ今回打線もしんどいですね。まあホームランバッターと言える選手がビシエロ選手、アルモンテ選手ぐらい、まあ、といってもその2人もね、結構アベレージタイプの部分もあるのでミート型ですしね、というところではございますが、まあこんな感じの打線でいきたいと思います。で、投手に関してはもうね、あの A ランク斉藤選手も引けたんですけども、とりあえず B ランクのこの3人で勝負したいなと思います。2チャンも有原選手、この有原選手ね、シリーズ2で球種を幅に強化されたので、この有原選手に、まあ、前回の千賀投手同様にですね、頑張ってもらいたいなというところ。あとは、シリーズ2松永選手とレグナルト選手、この2選手を、入れてます。はい、まあ、この辺もね、まあ、うまく機能してくれれば、うまくハマってくれればというところです。はい、というところでございます。ちょっと厳しい戦いになることは間違いないかなと思うんですが、今回も早速リアタイの方やっていきたいと思います。さあ、ということでやってまいりました、今回の初戦でございます。ハマスタでの試合ですね。頑張っていきましょう。相手の方の先発もね、ただ千賀投手の A ランクだったんですよね。なので、あとは言っても1番バッターアニマの西川選手が、まあめちゃめちゃガチガチゴリゴリオーダーっていう感じじゃないので、スピ負けはそんなにしないかもしれないんですけど、ただあれですね、リアタイの仕様変更が行われてからのこの企画は前回に続いて2本目かなとは思うんですけど、いやー、先頭にしっかり打たれていく。まあその四隅のコントロール等々のね、仕様変更があったので、まあどこまでこの B ランクの選手たちのね、ブレーがあるかっていうところが勝負の分かれ目になりそうな気がする。とりあえずツーシームとフォーク主体でゴリゴリいきたいですね。ここでフォーク、アウトローに外れていく変化球を投げたいです、ね、ゲッツ、ああ弾いちゃったか。まあ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 いいでしょう。強い打球だったんだね、しゃあない。さあ、ここで茂木選手、フォーク、ちょっと浮いたな。サークルチェンジ、ボール球にしてストライクからボール、ああまあまあまあ、オッケー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 。三塁には行かれたけど、まあよし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 。からの4番岡本選手ね。ああどうしよう、とりあえずまっすぐ、うわめっちゃブレる。これ有原選手スライダー待ったらよかったんだけどな。ここでカットボール、いいところ、いいんじゃない、よし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 、オッケー。とりあえず初回ゼロで抑えた。ちょっと先頭はね、不用意にいった球打たれましたけどね。で、あとはもう初回にいかに点を取れるか。このオーダー本当に上位に打てる選手、能力の高めな選手は固めたので、とは言っても D とか E とかだけど固めたんで、できる限り初回に点を取りたい。いやー完璧、めっちゃビタビタだな。センター前抜けて、うわーセカンドに取られる。2番阿部選手、阿部選手に関しても多分初めてレベル、ほとんど使ったことない。よーし、オッケー、ナイスヒット。さあ、ここで秋山選手、今日ちょうどね、海外 FA のね、宣言しましたけれども、この秋山選手もどこに行くのでしょうかと。あとは筒香選手もね、今日発表になりましたけれども、2人とも頑張ってほしいな。さあ、この秋山選手が今回のオーダーの中で一番ミートが高い選手なので、ここでなんとか落ちて、よーきょ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 、よーしよ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 し。さあ、4番ビシエドさん、能力がガッツで落ちてるけど、ここで点を取りたいな。これ点取れないと結構厳しくなる。あー、やっちまった、完全ボール球。もったいね。さあ、2回抑えていきましょう。怖いな、山田山田さん。いい、取れないか。守備能力もな、ちょっとね、どうしてもやっぱ適性低いんだよね。あれ普通だったらレッドフライでしょ、しゃあない。よし、いやー嘘。そうだった、ショート太田選手もね、ショートが今回当たらなくて無理やり使ってるんですよね。そうだった、忘れてた。フォーク、いやー手出さないよね。縦スラを初めて使います。ここでストライクに入れて、いやー厳しいな、それ捉えられると厳しいな。まあしゃあない、変えるっていう選択肢もあるよ。まだ行くか、とりあえずもうちょっと。よし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 、左、ここで左か、変えましょう。ここで変えます。レグナルト選手いきます。さあ頑張れレグナルト。ハンマーカーブを使ってみたい、初めて使います。
オッケー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 、よし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 。いやでもコントロールだいぶ落ちてるな。8、しかも変化量マイナス1のはずなんで、これでチェンジアップ投げたら相当変化しないですよね。ただの棒玉だよな。ちょっと1回投げてみたい。よし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 、ゾーン2。あー完全に外れちまった。ハンマーカーブを使うしかない。ほっ、いいんじゃない。いい、取って、オッケーオッケーオッケー。とりあえずなんとか1点で抑えました。さあとりあえず追いつきたいぞ。下位打線きついけど、5番から以下きついけど、なんとか塁に出てつなげばワンチャンある。いいんじゃない。いやーちょっと早いか、ちょっと早かったか。千賀選手もね、まあ A ランクだからまだいいんですけど、変化量の、いやーちょっとシリーズ2じゃなかったんだよ、そういえば。そうだった、千賀選手みたいな変化量が大きいピッチャーはね、ミートカーソルちっちゃいとマジできついよな。無様な三振をしてしまいましたが、でもまだまだこっからチャンスを作りたい。原口さん頼む、まだ終わりたくない。いいんじゃない、落ちるでしょこれは。 OKオッケーオッケー、まだ終わらん。牧原さん、 CS 日本シリーズのような活躍をしてくれ、頼む。いい時の牧原さん出てくれ、手がつけられなくなる牧原さん出てくれ、頼む。よし、OK。 さあ3ボール1ストライク、いやー入ってるか。さあ追い込まれてからラストボール、抜けて、うわー。さあということでございまして、2戦目でございます。いや最近なんかもうさらっと2戦行くのが当たり前になってますけど、いやー今回初戦でね決めたかったな。というのもね、ほんとピッチャーがね今回いなさすぎて、2戦目の先発は吉見さん連れてきました。吉見選手は一応ねツーシームスプリットがあるということでだけで連れてきたんですけど、いやーでもちょっとやっぱ能力がねえぐいことになってますね。そして相手の方もさっきの方よりも多分オーダーが間違いなく強い。打たれていく。でしかも相手の方の先発がアニバーサリー千賀選手極みだったんですよね。いやーしんどいなこの試合、さっきよりもしんどい試合になることは。買います、松永選手いきましょう。さっきの試合でね、まあ使わなかったんですけど、いやーでもなー、この相手にはなかなか通用しない気がする。よし、 OK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 、 いいよ、オッケー。この松永選手リアタイで結構使ってるって人も多いんですかね。僕自身も S ランク一応持ってるんですけど、多分育成をしていない気がする。さあオッケー、いいね。左連続するところで使ったのがでかい。左3人終わりたい。いい、取れる、くー惜しいな。ホームランの後3人で切りたかったな。あーファーストが動けない。でも2点ならまだなんとかなる、2点ならなんとかなる。よし、このスラーブ、くー曲がらねえ。変化量がきついっていうのとスタミナがもうない、やばい。大丈夫、よしよし、オッケー。いやーさっきのホームランだけがマジでつらかったな、痛かった。2点でございました。さあ点取ろう、この初回でなんとかね追いつきたい。うん、もう初回で勝負よ。とりあえず追いつければまだワンチャンある。千賀選手極まってます、さっきのよりも何倍も強いです頑張ろう。いや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 、地味にね、実は千賀選手のシリーズ2と当たるの初めてなんですよね。やーばい、アニバ千賀選手と初対戦。いいんじゃない。あダメだこりゃ。松永さん体力きついけどギータまで頑張ってくれ。オッケー、ナイス牧原さん、ナイス。これでかい、ここで変えましょう。もう右が続くはずなので福山選手いきます。この2戦目のために連れてきた福山選手はね、いやー能力落ちる、能力落ちるけど、この福山選手もとりあえず、まあ、ツーシームとフォークを持っているというところだけで連れてきました。一時期ねこの福山選手リアタイ使ってる方多かったんですけどね、去年ぐらいかな、去年ぐらい使ってる人多かった気がする。打たれた、坂本さん。いやー取れないか、しんどいな。さっきホームラン打たれた天敵浅村さん、オッケーオッケー、よく止めてくれた。オッケー、ツーシームボールになってもいい。あー甘い、
いやダメージでけえ今の。ランナースタート。高い打球、ストライクが入りません。いやー